伝統的に使われているマッチングメカニズムに使われているデータとか、あの研修医の問題、定義によっては簡単に、数理計画とかを使って最適解を求めるっていうことができると思います。こんにちは、メルカリ R4D の山村です。このチャンネルはメルカリの研究開発組織である R4D のチャンネルです。皆様に役立つ未来の技術の話を提供したいと思います。今回の動画も価値交換工学シンポジウムのコーナーになります。東京大学とメルカリの社会連携プロジェクトに少しでも興味を持っていただければ幸いです。申し遅れましたが、私、メルカリ R4D の山村と申します。社内ではポイモの研究を担当し、価値交換工学では共同研究員をしております。そして今回お話しいただくのが、東京大学経済学研究科の小島先生と情報理工学研究科の川瀬先生です。小島先生から簡単な自己紹介と研究紹介をお願いいたします。はい、ありがとうございます。今ご紹介に預かりました東京大学の小島と言います。で、所属は大学の経済学ですね。で、やっている分野はすごくざっくり言うとミクロ経済学とかゲーム理論という呼ばれる分野で、特に人と人とか人と物をどうやってこう引き合わせるか、経済的に組み合わせるかっていう、まあ、マッチング理論というのをやっています。で、そのマッチング理論という理論及び、それをですね、社会の制度にどうやって落とし込んでいくかという、まあ、応用分野みたいな、マーケットデザインと呼ばれる分野なんですけれども、まあ、それをやっているということです。ありがとうございます。それでは続いて川瀬先生をお願いいたします。はい、よろしくお願いします。川瀬です。私は、東京大学の、大学院情報理工学系研究科の数理情報学専攻というところと、あとインクルーシブ工学連携研究機構というところで特任准教授をしております。研究分野としましては、広く言うと数理工学と呼ばれる分野でして、数学とか計算機科学を用いて世の中の問題にアプローチするというようなことを行っています。でもうちょっと狭く言いますと、最適化と呼ばれるような分野の研究を行っていまして、まあ、世の中の最適化したいような問題に対してどのように最適な解を求めるかというような計算の方法について研究を行っています。よろしくお願いします。ありがとうございます。で、今回なんですけど、マッチング組み合わせ最適化に、まあ、テーマを絞っていってお二方にお話しいただければと思っております。よろしくお願いいたします。動画を見ている方に補足しますと、マッチングっていうのは非常に身近に使われておりまして、例えば新入社員と希望配属部署のマッチングだったり、まあ、振り上げる部分でマッチングが使われたりしますというところです。じゃあですね、マッチング理論や最適化を専門に研究されているお二方に、まあ、具体的に普段どんなことを研究されているのかっていうのを深掘りしていきたいと思います。まあ、私の分野はその今ご紹介にあったみたいな、特にマッチング理論、それをどうやってするのかと細かくやってるんですけども、具体例で言うと、山村さんが今言ってくれたみたいに、私が最近やっていた話で言うと、まあ、民間保育園に入りたいお子さんとかその親御さんがどこの保育園に行きたいのかっていう投票を出して、それをデータとしてコンピューターのアルゴリズムにバッと打ち込んで、どういうアウトカムなのかっていうのを、まあ、調べたりして、で、現状のメカニズムっていうのを評価して、ここがちょっとうまくいってないから、アルゴリズムのこのステップをちょっとこう変えればよくなるとかですね、まあ、そういうことをやっているという感じですね。ありがとうございます。それでは川瀬先生の方にお伺いしてもよろしいでしょうか。私の研究としては、そのあまりイデオロギー的なことはやっていなくて、どういう解を取れば公平になるとか、どういうことをすべきかっていうことはしていないんですが、まあ、どういうことが計算機を使ってできるかっていうことについて研究を行っています。で、特に、組み合わせ最適化ということを行っていまして、まあ、組み合わせ的な構造のある問題に対して一番いい解を求めるには、まあ、どうすればいいか、どうすれば効率的に求められるかというような研究となっています。例えばマッチングの例で言いますと、10個のものを10人に割り当てるとすると、10の階乗でこれはまあ数百万通りなのでコンピューター使えばできますけど、20個のものを20人に割り当てようと思うと、20の階乗ってすっごい大きな数になって、これはスーパーコンピューター使ってももう何年も時間がかかってしまうということになってしまいます。まあ、そこで、まあ、効率的なアルゴリズムっていうのを考えて、まあ、問題に依存した構造がどういうものがあるのかというのを調べて、それに対して、まあ、一番いいものを、求めるためにはどうすれば計算をうまくサボって効率的にできるかというようなことについて研究を行っています。で、特に、まあ、最近の研究としては、まあ、公平な割り当てを求めるといったものに対して、まあ、どういった公平性であれば、まあ、どれぐらいの計算時間で計算することができるかといったようなことについて研究を行っていたりします。
ありがとうございます。今回なんですけど、まあ、お二方の研究の興味だったりアプローチについてお話を伺いつつ、まあ、最後は結構時間をとって研究テーマの具体化について発散できればなと思います。それでは、まあ、早速研究の興味だったりアプローチについて話を伺っていきたいと思うんですが、小島先生の過去の論文を読むと多対一マッチングっていう研究がちょっと多いなと思っていて、で川瀬先生の2月に出た論文をちょっと読むと企業と労働者の1対1マッチングの研究をされているというところです。で同じマッチングでもやっぱり経済学としての興味っていうのとスリーゴ工学だったりコンピューターサイエンスとしての興味っていうのは、まあ、全然違うと思いますので、このあたり伺っていければと思っております。ですので、まあ、まず小島先生からなんですけど、マッチングの研究としての興味だったり、あと研究にどういうふうに取り組んでいるのかをお話しいただいてもよろしいでしょうか。そうですね、今山村さんが面白いこと言ってくれたなと思って、例えばマッチング理論の一番最初の、まあ、コントリビューションだと思われているペーパーとかを見るとですね、そこではどういうことが書いてあるかというと、まず1対1のマッチング、これは結婚の問題って書いてある。もちろんこれ結婚というのはあんまり実際にそういう結婚問題使いたかったというわけではないんだけど、まあ、お話みたいな。でところが経済学で実際に使えるところとか探していくとですね、その1対1っていうセッティングは、まあ、どうも具合が良くない。例えばさっき名前に出した保育園のマッチングとか、そういうことを見ててですね、じゃあどうやって議論を拡張していけばいいみたいなのを考えます。でもちろんのことかなり多くのことは、その1対1のマッチングの話を見てると、そこで出てきたリザルトっていうのがごくごく自然な感じで拡張したいんです。こともよくあるんですけども、しない場合ってもやっぱりあって、例えばちょっと計算の話にも関係あるんでちょっとしようかなと思ったんですけど、労働市場で伝統的に使われているマッチングメカニズムに使われているデータとか、研修医の問題、研修医っていう、まあ、いわゆるお医者さんです。お医者さんを全国津々浦々にどうやって配置していくかっていう問題があります。で、ここに使ってるアルゴリズムっていうのが、もう60年ぐらい前に、発見された、経営保有方式っていう特定のアルゴリズムがあって、それを使うとですね、計算量もめちゃくちゃ簡単で、まあ、我々の言葉で安定マッチングって言うんですけども、まあ、望ましい、ある意味で最適なマッチングが見つかるということが分かって、アメリカでも使われてるし、日本でも使われてるし、いろんなところで使われてる、実際に使われてる。ですけども、よくよく見てみるとですね、その時の大前提は、お医者さんっていうのは一人で仕事を探している人なんです。みんなある意味でみんな独身みたいな。で、そういう設定のもとだとすごく簡単にアルゴリズムが回って最適なものが見つかる。実はお医者さんって結構お医者さん同士でカップルになっている人めちゃくちゃいっぱいいるんですよ。で、カップルになってると2人でですね、同じ病院とか近くの病院で一緒に仕事したいってまあ当然思うわ。ところが実はそういうことをですね、うまくこう汲み取ってですね、アルゴリズムを作るとめちゃくちゃ大変になります。さっき名前を出した安定マッチングっていう、まあ、最適みたいな性質を持つマッチングがあるとは限らないし、ただに言えばあるとしても計算量が簡単なもので見つけることができる保証って一切ない。じゃあそういった時どうする。でなんですけど、これ日本ではやってないんだけど、アメリカだと今言ったみたいなカップルの人がいっぱい本当にいて 10% ぐらいはカップル、この人たち無視しちゃうとマーケットがうまく回らないですって、なんかですね、こううまくアルゴリズムをちょこちょこっといじって、まあ、ヒューリスティックですね、で使ってやってるというような、まあ、経済学者がやりたいことというと、そういったソーシャルコードもなんか解決したい、どういう場合に解決化していたい。で、おそらくコンピューテーションの演習としては、そんなものをそもそも保証できない、簡単な計算量でできないっていう保証が、まあ、逆にネガティブなことがある問題なんですけど、じゃあどうするかみたいな。ありますね。で、私自身やった研究で言うと、結論から言うと、この例で言うと、実は、そのアメリカの研修医では、経路保養士っていうよく知られたアルゴリズムに、ちょっとですね、カップルのための、ちょっとサブルーチンというか、でパッチワークみたいなことをしてるんですけども、実はそれは結構うまくいっていて、実データなんか見てみると、実はちゃんとですね、最適なマッチングが見つけられてる。まあ、ほとんどのいい確率で見つけられてるなんてことが、ただ分かってきました。先生、ちょっと長くなりましたけど、例えばそんなことが、ありがとうございます。じゃあ川瀬先生、バッティングの研究としての興味と、まあ、どういうふうに研究に取り組んでいるのかをお話しいただけますでしょうか。私の研究としてはマッチングの具体的な世の中にあるものを直接扱おうとしているわけではなくて、もう少し抽象的なレベルで扱うということを行っています。数理工学っていう世界では、まあ、世の中の実際の現象そのものを、まあ、世の中の泥臭い制約とかいろいろあるんですが、それを直接扱うのではなくて、ここから本質を抽出して、数理モデルというものを立てて、そのモデルの中で何ができて何ができないのかということを明らかにするということが、モチベーションとか目標ということになっています。まあ、そういうところでちょっと経済学的な興味と、まあ、数理工学的なというか興味が違うということはあると思います。
で、まあ、そういうモデル化した世界で考えるってことは、まあ、何がしたいかっていうと、問題を解くための手法に興味があって、その問題そのものを解くことっていうのが、それをメインターゲットしているわけではないっていうところに違いがあると思っています。で、私の、先ほどおっしゃっていただいた2月の研究ですと、まあ、安定マッチングについて扱った研究なのですが、まあ、そこでは、一体他のマッチングの、モデルを、立てまして、まあ、先ほど小島先生もおっしゃっていただいたように、そういう状況では安定なマッチングが存在するとは限らないですし、計算量的に、求めることも、難しいんですが、どういうふうにその安定性を緩和すれば計算量的に効率的に求めることができるのか、こういう構造だったら計算が楽ですし、こうだと、まあ、ここまで緩和すればできますよというようなことを明らかにするといったような研究を行っています。ありがとうございます、まあ、お二方のお話を聞いていると、僕の勝手な思いですけど、なんかこの分野がやっぱりこう協力するとすごい本当に現実的に計算量的にも解けるし、現実にも使えるようなこうメカニズムみたいなのができるんじゃないかなと思っていて、やっぱ価値交換工学の中でこういう研究が進むといいなって個人的に思っています。ここからは、今議論している価値交換工学での、まあ、研究テーマの議論に移りたいと思います。これなかなかない試みだと思うんですけど、まあ、普段研究テーマはどうやって決めてるんだろうかとか、どう議論してるんだろうかとか、途中どうなっているんだろうみたいなプロセスをお見せできればと考えて、僕がちょっとこれまでの議論を整理したんで、ここからお話していきます。解こうとしている課題の整理をしますと、ここ結構抽象化が入ってるんですけど、あるグループ A と B があって、 A と B ともになんか好みを持っています。グループ B とマッチングする数には加減があります。これだけだと、まあ、これまでマッチングでよく考えられた問題になりそうだなと思うんですが、現状起きていることとして好み結構偽ってます。あと好みの優先順位わからないんで、まあ、人気ありそうな順番で選んでいるという実態があって、まあ、この問題についてどういうメカニズムやアルゴリズムなら改善できそうかについて議論して、研究につなげていければいいなと思っています。ということで、この辺議論していきたいと思っていますが、いかがですか。そうですね、前回の議論としては、人々の選考が自分でもわからないであるとか、まあ、分かっていても嘘をついてしまうっていうような話と、ちゃんと真の選考が分かっていたとしても、いいマッチングっていうのは何なのかが分からないというか、単純にいいマッチングっていうのを定義してしまうと、そんなものないとなってしまうので、じゃあどうすればいいかというようなところが課題だと思います。で、今初めて思い出したんだけど、僕はあの昔書いた論文で、人々は自分の好みはなんか分からないけど、それに対する何か情報を持ってる、保育園とかにのそれがどこがいいか結構分かんないんです。そうするとどうするかっていうと、あの他の親御さん、パパ友、ママ友に聞いたりとか、まあ、ウェブでフォーラム見て評判がいいとか調べたりするわけですけど、まあ、そういうこと結構あるんですね。経済学の、あの言葉で言うと、バリューが、まあ、インターディペンデントな、まあ、相互に依存してるっていう状況に対応します。で、こういう場合に難しい問題は、まずその情報をいっぱい集約して、それで出てきたインフォメーションをもとに、まあ、効率的だったというなアウトカムを出すためにはどうすればいいかと考えると、その場合にそれで効率よくやろうとすると、個々が持っている情報をちゃんと出してくれなくなる危険性が非常に高まります。パパ友、ママ友にあの保育園いいですかとか聞くと、そのパパ友とかは正直にあっちの保育園いいですとか言っちゃうと、僕がそこにアプライするかもしれないから正直言っちゃうんで、いやあそこはひどいですよって言っちゃうかもしれない。そういう場合はより問題が難しくなるんですけど、これインセンティブの問題、情報を出してもあんま損しないんだけど、まあ、出さない方が まだちょっとみたいな、そういう状況の話をしたから、なんか逆に言うと、まあ、だからメカニズムの方もちょっと変えて、情報を出すインセンティブをつけるみたいなことが多分あるんだけど、ブラウンにいる工場爆発ハーソンさんっていう人がいて、彼がやってた論文で、なんか情報を出すとちゃんと正しいこと言ってるかどうかっていうのをなんかこうテストする、他の人がどういうこと言ってるかっていうことと引き合わせて、そうすると確率的にはこの人本当のこと言ってるのっていうのは大体言ってて、でそうすると、で嘘だって判断された時にはちょっとだけペナルティやる。例えば保育園の文脈で言うと、さっきのカーさんのランダマゼーションと関係あると思うけど、もともとのメカニズム的にはこの保育園に入れようって言ってるんだけど、ちょっとの確率で保育園をその人に入れさせてあげないっていう、まあ 0.1% でみたいな、ちょっとしたペナルティーが、で特にそのペナルティーっていうのは、この
応募者が嘘ついてるなと判断される時の方が、まあ、ペナルティが大きくみたいに、で嘘つくインセンティブがすごい弱ければ、そのほんのちょっとのペナルティだけでもなんかあのそれが十分にいいんですか、嘘をつくインセンティブを、そうなんか例えばそんなテクニックがあったり、近いのだと、まあ、クラウドソーシングでどれが答えですかっていうのを集めるときに適当に答えるような人がいると困るので、まあ、いろいろ答えを突き合わせてみて、こいつ信用ならないなとなると払うお金を下げるとか、はいはい、そういうような話があったり、そうだね、そうだね、まさにそういうのに対応してる、まあ、あとは Uber とかそういうシステムと、まあ、メルカリでもそうだと思いますが、うん、評価システムを入れていて信用できないような行動を取ったり悪い行動をしていたりすると、まあ、マイナスの評価をつけることで、まあ、ちゃんと正しくというか良い行動をしてくれるように促すっていうようなことはあると思います。最初のマッチングのところに戻りますと、なんか、まあ、好みがない人たちを前回だとグループ化してみるかって話があったんですけど、グループ化した時ってこれは対1マッチングなのか対多マッチングなのかよく分かんないなってちょっと自分の中で思っていて、むしろもしかしたら1番目は好きなやつがあるんだけど2番目以降はグループになるってなると、多対1と多対多のマッチングのなんか混合になってくるのかってなると、課題がめちゃくちゃしんどそうだなって思ったっていうのはちょっとあります。私は、ABC っていう例えば部署はどれでもいいけどどれかに行きたい、それはある意味好みがはっきりしてるんだけど同順位だっていう、まあ、そういう解釈っていうのが多分一番簡単なあの解釈で、その場合は、まあ、ある程度簡単に、アルゴリズムできるんじゃないかと話をしたいと思います。そうですね、その場合もいろいろ設定があるので何が安定なのかとかいう問題はありますけれど、定義によっては簡単にちょっと数理計画とかを使って最適解を求めるっていうことができると思います。それはなんかめちゃくちゃ好みがはっきりしている人が混じっても問題ないってことですか。好みがすごいはっきりしてるとしてない人がいるときにどっちもできるって感じ で結構肝になるのは、保育園 ABC どれでもいいですよって言ってる人と、保育園絶対 B じゃなくて無理ですで A とか B はもっとずっとランクしたっていう人だったら、その後者の方の人をうまく優先させてあげるってことだと思うので、ABC って言ってる人と B しかやダメってことで、 B の人は B に入れて A とか C が残ってたらそのもう一人にこっちを見る人と入れてあげるとか、まあやりたくなるわけですね、あの効率性の観点から言うとやりたくなるんですけど、でそこを下手にやっちゃうと、あの例えばどれでもいいですよって言ったら本当に最後まで後ろに持っといて、あの甘いものだけをあげますんでしてると、それはみんなそんなこと言わなくなるわけですよね。どれでもいいですよって言うと割り振って分かってるから言わなくなっちゃうっていう意味で、さっきのインセンティブだから、まあ、そこをもうちょっと解決っていう話はちょっと、あので川瀬さんにその後教えてもらったのは、まあ、そこ大丈夫ってうまく取り入れても、まあ、計算量もそんなにまずくならないっていう。そうですね、片側がマスターリストありだとすると、はい、まあ、ない場合どう話なんだっけ、全然覚えてないの。マスターリストなしの場合は、そういう体があるときには、まあ、安定性、弱安定にするか、強安定にするかという。強安定は多分全然無理じゃん。強安定って要するにインディファントのやつも、はい、できたり、それは多分、まあ、すげえかもしれない。ないかもしれないので、ダメということと、弱安定にすると常に存在するんですが、うん、まあ、それは適当にタイブレイクすれば見つかるんですが、タイブレイクの仕方によって結果が変わってしまって、じゃあどういうタイブレイクが一番いいんだっていう問題が出てきます。その弱安定性を満たす中で、申し込み者の中で、パレットドミネイティブになっちゃうとか、コンセンデンシンスキルを満たさないようにって思った方はあったから、はい、そこら辺どうなってるのかな。経済だと、一個だけ知ってるペーパーがあって、アーデルとアーデルかな、が、その、弱安定なマッチングの中で、タイが両側にあるわけですけど、弱安定なのも許したときに、そこでパレートアンドミネイティブか、ステーブルの中でパレートアンドミネイティブなやつを見つけますみたいなことが書いてるんですけど、でそれはインセンティブコンパティビティではない。最適化の方ですと、マッチングの数を、マッチの数を増やすみたいな話がメインストリームで、弱安定の中で一番マッチ数多いものは何ですかっていうような問題が考えられていて、でそれは、NT コンナっていう計算難しいですよっていう結果なんですが、じゃあ一番いいのに対して、何分の1までだったら得られますかっていうような研究がされています、ね、
そうかそうか、なんかもうすごい昔になるけど、それ確かデイビッド・マンローかなんかが、そうですね、マンローだったんだけど、なんか聞いたら、あれ、スコットランドかどっかのメディカルマッチで、なんか それをインプリメントしてるみたいな話で、だから何かこう、数を増やすよう、なるべく増やすようにやってるわけですよね。そこのインセンティブとかどうなってるかとかって知ってます？それはインセンティブコンパティブルではないようなメーカーです。そうだよね。インセンティブコンパティブルでは全然無理。何かの意味でインセンティブがあんままずくないみたいなのあったりするの？知らないですね。一般には無理なので、何かは。なんか進んできたら面白いかなって思うんですよね。例えば、インセンティブコンパティビティを要求しちゃった上で、最大みたいなのすると、多分すげえ小さいじゃないですか。そうですね。そういう結果はあったり、インセンティブコンパティブの対象みたいな話で入れるとどれぐらいサイズが小さくなるかっていう気について一番悪い時はこうなりますよっていうのはあると思いますね。だからそれだとインセンティブのことをだからあんまり強く入れすぎちゃうと結局うまくいかないから、なんか例えば何か弱めるとかいう話。そうですね。何か制限するのか、あとは嘘をつくのが計算量的に難しいみたいな、はいはいはい、ことも言えるかもしれないです。嘘をつくのが難しいっていうのは、なんか最適なのを嘘をつくのは難しいんです。嘘をついてよくできるかどうかの判定がということですけど、ただ大体の場合は難しいって言っても一般には難しいっていうだけで、そのあるインスタンスに対しては簡単かもしれないので、もうちょっと暗号学的に難しいみたいなことを言わないとダメな気はしますけど、そこまでは、はい、結果ないとは思います。なんか今のお話を聞いていると、まあ、川原先生が今困っていて、まあ、この課題解ければメルカリにもなんか応用できるかなと思った課題が、まあ、ちょっと いけそうな感じがするなと思いました。まあ、それが研究課題までいくかはちょっと分かんないですけど、まあ、川原先生のところとちょっともうちょっとお話できるといいかなと思いました。さらに、まあ、今の話だけじゃなくてもっと別の話みたいなところは、途中でもちょっと議論発散しましたけど、そちらの方はまた別で打ち合わせ設定してさせていただいて、また議論できればなと思ってますが、というわけで今回は東京大学の小島先生と東京大学の川瀬先生にお越しいただき、お二人のテーマについてお伺いさせていただきました。小島先生、川瀬先生、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいなと思っていただいたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でよろしくお願いします。ありがとうございました。